先ほど本家から連絡があった。コートがドラゴン族の襲撃に遭い、数体のワイバーンが侵入したらしい。神殿騎士団が撃退したとの報告は受けてはいるが、イシュガルドは厳戒態勢を敷き、警戒を強めているという。コートへの侵入を許してしまうとは、やはり大神門の魔法障壁を失ったことが大きいか。先に緊急帰国したアイメリク総長は騎士団本部で防衛の指揮を執っておられる。お前をかくまうために協力を仰ぎたいところだが、本国が落ち着くまでは辛抱するしかないだろう。だが案ずるな。お前の味方はここにもいるのだ。しばらくの間ここを隠れ家として使うといい。暁の基準にのっとるならば、うん、雪の家といったところだな。お前を追う者が現れたとしても、フォルタン家の断りなく家探しはできまい。他国に対して閉ざした門が今はお前を守ってくれる。たとえウルダ派からの捜査要請を突きつけられようが、お前の潔白が認められるまでは全て跳ねのけるぞ。お前はかつて我が友の窮地に潔白を信じ戦ってくれた。その曇りなき心を今度は私が守るとしよう。お前もまた大切な友なのだから。さあ、私の話はここまでだ。雪の家で暁の仲間が待っているぞ。今日はとても冷え込むな。お前の心で燃えている火を少し分けてやるといい。
私のせいだ。私だけがエオルゼアを真に考えている。そんなおごりがこのような状況を招いたのだ。私の指示で人が動き、私の言葉が各国の祭りごとを左右する。エオルゼアのためにクリスタルブレイブを作り、祖父の残した暁にも我が物かのように接してきた。私は怒り、焦り、大義にとらわれて自分の足元を見ようとはしなかったのだ。私にとってエオルゼアの救済とは一体何だ。蛮族、蛮神、ガレマール帝国、あふれかえる難民、アウトロー戦区、ドラゴン族との千年戦争、そして闇の使徒アシエン。守護者になると理想を掲げ、自らの手を汚しもせずに、私だけがこの地の混沌を解決できると意気がっていた。そうか、己の欲望を満たすための道具だったのか。むごいざまだな。すべてを失ってから気づくなんて。アルフィノ様。それで、アルフィノ殿、あなたはこのまま折れた剣になるおつもりか。自身にはもう何も残っていないと。いいや、あなたにはまだ仲間がいるではないか。共に歩むことができるとびきりいい仲間が。だが私はそれに、この地ではもう。ありがとう、タタル。ありがとう、オルシュファン殿。ありがとう、エオルゼアの真なる守護者よ。そうだな、一歩ずつ進もう。今度は仲間と、みんなで。暁の明かりは消さないさ。私たちの思いを無にしてはならないのだから。
すべてロロリト様の申し付けのままに。その先はイシュガルド、我が一族の怨念が渦巻く不浄の大地。やはり忌むべきは人の差が、そうは思わぬか、ハイデリンの使徒よ。